カロリナ・ロドリゲス・ソロルサは、チリのプロボクサーである、サンティアゴ出身、第4代 IBF 女子世界バンタム級王者。2010年4月30日、サンティアゴのヒムナシオ・クルブメヒコで、デビュー戦を行い、3から0の判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。二千十三年二月十二日、サンティアゴのヒムナシオ CEO で、ダイアン・リベイロと WBA 女子、 フェデラテンバンタム級王座決定戦を行い、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年8月31日、コンスティトシオンのエスタディオエンリケ・ドン・ミューレル・デアナ、ロサーノとビバ世界バンタム級王座決定戦を行い、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年11月1日、プエンテアルトのヒムナシオムニシパルで、 ナタリア・バネッサ・ロペストノンタイトル8回戦を行い、プロ初の小勝ちとなる5回1分56秒、TKO 勝ちを収めた。2014年1月18日、エスタディオ・エンリケ・ドン・ミューレルで、シモーネ・ダ・シルバ・ドゥ・アルテと対戦し、3から0の判定勝ちを収めビバ王座の初防衛に成功した。2014年5月10日、メキシコ・ヌエボレオン州モンテレーのアレナ・ソリダリダードで、 IBF 女子世界バンタム級王者ジェネス・ペレスと対戦し、2から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年8月9日、サンティアゴのポリデポルティーボエ・スタディオ・ナショナルで、ダイアナ・コレデロと対戦し、2から1の判定勝ちを収め、IBF 王座の初防衛に成功した。2014年12月12日、プエンテアルトのアレナで、 プエンテアルトでジェネス・ペレスと対戦し、2から0の判定勝ちを収め、7ヶ月ぶりの再戦を制するとともに、IBF 王座の2度目の防衛に成功した。2015年8月22日、アントファガスタで元 WBA 女子世界スーパーフライ級王者でアプブフ女子東洋太平洋ワンタム級王者のアマガイツナミと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、 IBF 王座の三度目の防衛に成功した。ありがとうございます。